はい、お疲れ様です。東区マンでございます。いつもご視聴ありがとうございます。で、今回はですね、まあ、もちろん、まあ、霞ヶ浦水系なんですけど、こういった細い川でやっております。で、ここを選んだ理由はですね、ここ左の方ずっと行きますと水門がありまして、そこから先はですね、ちょっと有名な、まあ、流入河川になってるんですよ。はい、なので、あと小さい魚ですね、なんかちょっとボラっぽいんですけど、まあ、結構泳いでるんですよね。なので、例えばその水門も完全に閉まってるっていうわけじゃないので、まあ、流れはねちょっと弱いんですけど、もしかしたらバスもねその小魚を追って入ってくるんじゃないかなと思ってここでやっております。はい、でルアーはですね、今スピナーベイトを使っております。とりあえず、まあ、バンバン投げて、まあ、サーチみたいなことをしております。あと、そうですね、またちょっと気になったコメントがありましたので、ちょっと紹介したいと思います。はい、土曜日とか日曜日祝日とかに霞ヶ浦水系によく行くんですけど、やっぱり人気ポイントはやっぱり人がいっぱいいて、なかなかできない、なんかどこかいいとこありますかっていうような質問なんですが、そうなんですよ、釣れなくなったとはいえ、そのタフミガウラって言われるほど、そうですね、まあ、プロが一日やっても坊主で、まあ、デコで終わるっていうのも、まあ、有名らしいですよね。はい、まあ、でもその、まあ、動画とかでよくアップされてるところっていうのは、もうやっぱり土日とか休みの日はもうすごいですよね。もう入れ替わりでもうどんどん人が入ってきますよね。はい、なので、まあ、そういうところはもう本当に平日ぐらいしかまともにできないって感じですね。本当に朝一番で本当に一人目の人が投げて釣れるかって感じですよね。はい、なので、まあ、例えばですね、まあ、僕が今日やってる、まあ、こういった細い、まあ、川っていうか、もう本当に一歩間違ったらちょっとドブではない、ドブみたいな、そうですね、こういうところをやってみてはいかがでしょうか。で、ちょっと2つ前か3つ前かの動画アップしたもので、ダイソーのクランクベイトをですねやって、まあ、ちょっと手前でバラしちゃったんですけど、あそこもですね、あれ北浦のすいません、失礼しました、北浦のですね、まあ、近くの、まあ、水路なんですけど、まあ、あそこですね、よく見てみたら、その水がねすごい綺麗だったんですよ。で、結構流れもありまして、もしかしたらって感じで投げてみたら、もうすぐもう来たんですけどね。はい、まあ、手前でねちょっとバラしちゃったのがちょっともったいなかったんですけどね。はい、まあ、そういった、例えばその例えば本流なり、あと流入の河川なりあって、そこに水門があって、その先ですよねにあるような、まあ、細いもう川みたいな、ドブみたいな、でなおさらその水がきれいで多少流れがあったら、もう結構見込みはあると思うんですよね、霞ヶ浦水系って。はい、で最近ですね、あと僕やってるのが日立利根川とか、まあ、北利根川の方のこういった細い、まあ、水路みたいなところね、そういうとこもねなかなか面白いとこですよね。まあ、水深も、まあ、1メーターもないとこなんですけど、その結構ですね、その足がまた生い茂ってるとこが多いので、やっぱそういうところがちょっとシェードになってるところにバスがいるっていうパターンが多いですよね。はい、あまりね動画にはなってないんですけど、そういった水路ですねもうおすすめだと思いますね。はい、まあ、ここもですね、ちょっとね、まあ、画像ではちょっと分かりにくいんですけど、まあ、ちっちゃいね魚がね結構泳いでるんですよね、なんか群れになって、多分ボラの稚魚かなとは思うんですけどね。なので結構まあ見込みはある
かなと。まあ今日はね残念ですがちょっと釣れなかったんですけど、またちょっとチャレンジしたい見たいと思います。まあ今ね投げてるようなとこですね。まあ北浦とかあと北利根川とか霞ヶ浦とかそういうとこのその本流があって、そう水門があって、その先にまあこういった水路みたいなのって結構多いんですよね。そういうとこも狙ってみてはねいかがでしょうか。はい、案外ねやってる方ってそんないないと思うんですよね、こういうとこって。よほど釣れるとこ以外は。はい、まあ、この前ですね、なんかあの村上さんの一世のなんかビデオでなんか北浦の近くの霞浦の近くかなんか細いとこででっかいの釣ってましたけど、そういうのもありますので、そう例えば結構まあメジャーなポイントもそうやってみたいっていうのも分かるんですけども、まあ、僕も本当にそうなんですけど、こういったところも本当におすすめだと思います。もう流れがあって、そうな本当にそうですね、流れがあるところだったら結構綺麗なところ多いので、本当にいいと思います。はい、でここをねこうずっと先行きますと水門がありまして、まあ、こういった流入河川にぶつかるんですけどね。はい、まあ、これこの前ですね、まあ、やってたところですね。まあ、対岸に向かってそのバスがボイルしてたとこですね。ちょっと今日はまだ日が高いので対岸の方があまりシェードにはなってないんですけど、まあ、なかなか面白いポイントだと思います。なので、まあ、霞ヶ浦水系来たけど人がいっぱいいてやるとこないっていうのは本当に分かります。はい、もう平日休みに会社ねしたいぐらい、それは本当に分かります。なのでまあそういったメジャーなところ以外にも、まあ、先ほどやったような細い、まあ、水路みたいなそういうとこもねバス必ずもうついてるとこありますので、まあ諦めないでこういった細いところもやってみてはいかがでしょうか。まあそうですね、もう霞ヶ浦水系のバスもう1匹釣れればもう万々歳だと思いますので、はい、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。はい、まあ、今日もね残念ですがちょっと釣れなかったんですけど、まあ今日初めてねやったとこなんですよ。そこの細い水路の方ですね。はい、とまた今度ですねチャレンジしてみたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。